八尾神社で桓武天皇石碑、行者様の祠を見た後は、長保寺の方に向かいます。ここからは舗装された道になっています。看板が出ています。それがこの道ですね。今まで降りてきた道は三光寺の道ということです。三光寺道から長保寺の方に向かいます。舗装された道になっています。きれいな竹林だ。結構手入れされている竹林ですね。
次第のグランドでしょうか。大原のクリニックがあると、庭に出てきたのは京都女子学園の総合グラウンドというふうに出ています、あれかな、だいぶ来てますね。のどじり橋をこうやって長宝寺の方に向かいます。この道しるべのところを鋭角に曲がっていくと、長宝寺があるということです。
古神社。八幡神社に来ました。